ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙、私がいきなり世界一のデザイナーになりたいって言ったらどうする？霊夢には無理だぜ。え、そんな食い気味で、ちょっとは応援してくれてもいいじゃない。デザイナーはそう簡単になれるものじゃないんだ。現実はそう甘くないぞ。それにしてもなんでデザイナーなんだ？デザイナーってかっこいいよね。なんだ、ただのミーハーか。かっこいいは守ることなき理由になるでしょ。わかったわかった、落ち着けって。じゃあデザイナーになりたい霊夢のために、今回は中世で最も有名なデザイナー、ローズベルタンについて話していこう。ローズベルタン？聞いたことあるようなないような。ちゃんと説明するから楽しみにしておいてくれ。それでは早速、ゆっくりしていってね。ローズベルタンを説明する上で欠かせない人物がいるんだが、霊夢は誰だと思う？ローズベルタンがそもそも誰かわからない私にはもちろんわからないわ。それもそうだな。正解はマリー・アントワネットだぜ。どんな関係性なの？ローズベルタンはマリー・アントワネット専属の仕立て屋だったんだ。世界で最も有名な王妃と言っても過言ではないマリー・アントワネットに従属していた彼女もまた、モード界では有名人だったんだぜ。そりゃマリー・アントワネット専属は名誉なことだもの。それだけでなく、デザイナーの実力、センスがずば抜けていたんだ。そんなローズベルタンの生涯を追っていくぜ。楽しみね。ローズベルタンは1747年、7月に北フランスのアベビル近郊で生まれたんだ。本名はマリー・ジェンヌ・ローラン。下級軍人の娘として生まれた彼女は、自らの実力のみで這い上がり、巨万の富を手にしたぞ。キャリアウーマンね。かっこいいわ。ローズベルタンは幼い頃から手先が器用で、才能の頭角を現したのは神結が最初だったんだぜ。12歳という若さで評判を集め、16歳でパリに渡った。12歳で？私が12歳の頃なんて友達の家で DS しまくってたわよ。年代バレるぞ。パリに渡ったベルタンはサントノレ通りにある18世紀の名店トレガランで、お針子として働き始めるんだ。手先が器用な彼女はお針子としての才能で注目され、その才能には自分自身でも自覚していたようだな。そりゃ他者から褒められることが多ければ自覚するよね。でも彼女に奢った様子はなく、勤勉で努力家だったこともあり周りには好かれたんだ。出世するには人柄って大事よね。たとえ実力があっても性格が悪かったら�頭角できないもの。青白い顔で頬骨が高く、二重顎で赤く色づいたほっぺが特徴的な彼女は、お世辞にも美人とは言えない顔立ちだった。つまり彼女は内面的な魅力や、実力が評価されて知名度を上げていったんだよ。正真正銘の商売人って感じでいいね。そして1977年、ルイ15世が死去し、マリー・アントワネットが王妃として即位したのと同じ頃、30歳になったベルタンは自身が経営する店、オグランモゴルをパリに開店した。30歳でお店を開くなんてやっぱりすごいのね。店のウィンドウには花々しいドレスを飾り、通りを行く人々の購買意欲を高める設計に、ベルタンは深い緑色を好んでいて、店の内装やドアボーイの制服には深い緑がたくさん使われていたんだぜ。店の入り口には店の紋章をつけた制服を着用したドアボーイが立っており、今のハイブランド店舗の礎となる構造をとっていたんだ。この目でお店を見てみたかったわね。店の近くにはシャルトル公爵夫人という貴族の屋敷があって、ベルタンは巧みな話術や確かなセンスでシャルトル公爵夫人に気に入られたんだ。そして、この出会いはベルタンの人生を大きく変えることになるぞ。ベルタンを気に入ったシャルトル公爵夫人は早速、マリー・アントワネットに彼女を紹介するぞ。ここまでトントン拍子ね。それにしても、お店の近くにたまたま王妃と親しい公爵夫人が住んでいた、っていうのはなかなかの奇跡じゃない？運も実力のうちっていうからな。まあシャルトル公爵夫人がいなくても、ベルタンには実力があったから、いずれは王妃の耳に情報が入って知り合ってたと思うぞ。確かにそれもそうね。少し話は変わるが、この当時の王妃の役割って何だったかわかるか？王妃の役割？そうだぜ。国政は基本的に王やその周りの大臣などが行うよな。もちろん政治的野心が強い王妃や、国政への関心が強い王妃は国政に関与している場合もあるが、それは一部の例で多くの王妃は国政に関わっていないんだ。まあそうだよね。幼い頃から知識を蓄えないと難しいと思うし、もちろん今のように家事なんてものも王妃はしていなかったわけだ。使用人が全部やってくれるからな。そうなると王妃のすることはなく、ただのお飾りのように見えてしまうと思わないか？言い方は悪いけど、確かにそうかも。そこで彼女たちが担っていたのは文化づくりだ。うん？文化づくり？ちょっと脈絡なさすぎない？まあわかりやすく言うと、
ファッションの先駆者となって流行を周辺諸国に伝えることで自国の文化や威厳、豪華さを示す役割だな。いまいちピンとこない。多分それは私たちの中でのドレスが同じような括りに分類されているからだな。ドレスにも様々な種類があり、時代での流行もあったんだぜ。王妃が自ら最先端のドレスを身にまとうことで流行の先駆者になっていたんだ。なるほどね。それで、それがどうしたの？マリー・アントワネットは今でこそモード界の金字塔というイメージがついているが、フランス王室に嫁いできた当時はどちらかというと、ファッションセンスに欠けていたようなんだ。ただ、自分の美貌については自負があったため、あとはスタイリストを雇えば文化作りという点において、自分はとても秀でた功績を残すことができると考えたんだぜ。時代が違う今の人が肖像画を見ても可愛いと思うくらいだからね。そこで雇われたのが当時帽子屋、ドレス屋として知名度を集めていたベルタンと、神結師のジェン・レオナールだ。デコボコがうまく噛み合った瞬間ね。パズルみたいで興味深いわ。これの何が面白いかというと、ローズベルタン、ジェン・レオナールともに庶民の出だったんだ。へえ、実力があれば、地位に関係なく認めてくれる王妃は素晴らしいわね。本当にその通りだぜ。悪い噂も多いけど、それだけじゃないのがマリー・アントワネットなんだよな。マリー・アントワネットって悪い噂多いっけ？一般的に知られているのは浪費かなイメージだな。マリー・アントワネットの名言として有名になった。パンがなければお菓子を食べればいいじゃないってあるだろ？ああ、それは私でも知ってるわ。これって実はマリーの名言じゃないって証明されてるんだぜ。そうなの？元ネタとして考えられているのが、哲学者ルソーの著作、告白。作中でとある王女が、パンではなくブリオッシュを食べればいい、と言っているんだ。告白が世に出た時点ではマリーはまだ子供だったから、マリーを元ネタにしていることはありえないんだぜ。子供だからありえないはちょっと軽率じゃない？説明が足りなかったな。詳しく言うと、当時のマリーは9歳。この時はまだフランスに嫁いでいなかったから、オーストリアの実家で過ごしていたんだ。当然ルソーがマリーを知っているわけがなく、マリー説は棄却されたんだ。なるほどね。それは納得だわ。加え、告白は形式上は自伝という形をとっているが、内容を史実と照らし合わせてみると、事実とは異なる演出を加えられていて、創作小話がいくつか紛れていることもわかっているんだ。マリー説を棄却するには十分な要素が揃っているわけだな。もっと早く知りたかったわ。飢饉の時には宮廷費を削って炎上する気概もあったし、一般的に言われている悪女とのラップは大きいんだぜ。ただでさえ人生が悲劇のようなものなのに、亡くなってもなお悪い噂ばかり伝えられるのは悲しいわね。話がそれたが、ベルタンのセンスを買ったマリーの支援により、ベルタンの店、オグランモールはフランス王室御用達になったんだ。ドレスだし、ビビッと着たものがあったのかもしれないわね。私も洋服に一目惚れすることあるし、まんじゅうなのに？マリサもまんじゅうでしょ。マリーとベルタンは親しくなり、毎日二人で顔を合わせファッション談義をしたぞ。その実15年間ずっとだ。ただ、ベルタンが出世すればするほど、貴族社会は不安定になっていったんだ。マリーを抱えのモード大臣となったベルタンの評判は他国まで届き、多くの貴族がオグランモールの顧客となった。プロヴァンス伯爵夫人やエリザベート王女など、他の王族だけでなく、演劇や舞踊のスター、外国貴族など顧客の幅は広く、店は繁盛。その結果約30人の張り子を控えるほど店は大きくなったんだ。フランス王室だけでも稼ぎはすごそうなのに、他の王族や、果てには海外からも。この当時のフランス王室、具体的にマリーはモード界の全盛期で、多くの女性がファッションに浪費を重ねたんだ。ドレスや帽子はもちろんのこと、宝石を散りばめたアクセサリーは私たちの想像の遥か上を行く値段で、豪健な家柄の女性でさえ、莫大な借金を抱えるようになってしまったぞ。マリーの浪費癖は噂じゃなかったわね。こればっかりはな。マリーから始まった流行でもあったし、常に流行の最先端にいたいという気持ちもあったんだろうな。この浪費はフランス革命の誘因にもなり、ベルタンはフランス王室のベルタン否定派から、フランス貴族を陥れる魔のデザイナーと言われるようになるんだ。もしかしたらベルタンも気づかぬ間にこの状況に陥ってたかもしれないわね。王室御用達だからといって王室の財政を理解しているとは限らないもの。そしてフランス革命が起こってすぐ国王一家は捕らえられ、タンプル島に幽閉されることになってしまうんだ。すぐに処刑ってわけではないのね。さすがに国王ともなると、そう簡単に葬るわけにはいかないからな。タンプル島に幽閉されてからは、これまでのような絢爛豪華な生活はできないものの、家族でチェスを楽しんだり、夕食では10皿以上の品が並び、決して悪い待遇ではなかったんだ。家族で過ごす時間があったのは大きな救いだったと思うわ。そうだな。
ダンプル島に幽閉された直後は、マリーによってベルタンの元に依頼が届いていたが、金銭的な余裕があるわけもなく、依頼はぱったりと届かなくなったぞ。それでもベルタンはマリーに、自分が作ったドレスを着てほしいと考え、自ら足を運んで届けたんだ。当然反フランス王室の国民からは反感を買うし、非常に危険な行為だったが、ベルタンはそれを意図はなかった。ベルタンの勤勉さというか、真面目さが伺えるわね。この生活は5ヶ月ほど続いたが、革命裁判により国王一家の権威は完全に失墜するぞ。革命裁判？簡単に言えば、国王一家の刑を決める会議だな。この裁判によりルイ16世、国王は死刑が確定され、国王一家の中では一番初めに処刑されたんだ。国王は革命軍側からすると一番邪魔だもんね。間もなくしてマリーの裁判も行われたが、これがまた面白くて、マリーは自らの強要で自身の弁論をしたんだ。そんなこと可能なの？残念ながら判決を変えるほどの効力は持たなかったけど、反フランス王室の人間を含めた傍聴席の人々は涙を見せたんだ。反対派が涙を流すほどってすごいわね。マリーは内通、公費乱用、背徳行為、脱出計画に対しての罪に問われたが、これらの主張に反論し、自身の無実を訴えた。これに異議を唱える者はおらず、彼女は事実上無罪を勝ち取れるはずだったが、判決は覆らなかったんだ。無罪主張できてるのに？おかしくない？まあもともとマリーには不利な裁判だったしな。マリーは処刑される直前、ルイ16世の妹エリザベートに手紙を送ったんだ。内容は、犯罪者にとって死刑は恥ずべきものだが、無実の罪で断頭台に送られるなら恥ずべきものではない。というもので、彼女が最後まで自身の無実を曲げなかったこと、彼女の聡明さと威厳が伝わるものだった。王妃としての威厳はもちろんあると思うけど、自分自身に対する信念はマリーの魅力だったと思うわ。マリーの処刑が執行された後、ベルタンはロンドンへ亡命した。ああ、そうだこれローズベルタンの物語だったわね。時間が経つにつれ彼女のドレスは時代遅れと言われるようになり、50代になる頃には華やかなシュミューズドレスが流行したことで、ベルタンのドレスを買う人は減っていく一方だったんだぜ。流行は変わるものだからね。とはいえ、顧客がゼロだったわけではなく、年配の女性たちが店を訪れてはベルタンのドレスを懐かしんで購入していった。中にはベルタンを気の毒に思い購入する常連客の姿もあったようだぜ。もともとが売れすぎなくらいだから落差がすごかったのかもしれないわね。でも私がお客さんの立場だったらお金に余裕があるなら買っちゃうわ。店に訪れる人間の年齢層を見ても今までとは違う。明らかに店は落ちぶれていってる。そう確信したんだ。ベルタンはなくなっていく貯蓄に不安を抱き、オグランモールの建物の一部を貸し出しするなど、どうにか財政を立て直せるよう努力していた。新規一点、新しくアクセサリー店を開くが、これも業績は芳しくなく、短い期間で閉鎖してしまったぜ。そうポンポンうまくはいかないよね。王室御用達のモードショーが、ベルタンからルノワへと移行するや否や、ベルタンは長きにわたり牽引してきたモード界のステージから降りて、一人寂しくエピネイの邸宅で余生を過ごしたんだ。この邸宅には所狭しと絵画が飾ってあり、そのどれもが昔の宮廷の肖像画。さらに詳しく言えば、ベルタンが作ったドレスを身にまとった人々が、金メッキのハゲた額縁に閉じ込められている。黒ずんだ額縁が時間の流れを嫌でも自覚させたが、彼女は過去の自分の栄光を忘れられなかった。待って待って、この当時ベルタンは50歳を超えていたでしょ？旦那さんとか、恋人は？いないぞ。ベルタンは生涯独身を貫き、ファッションに明け暮れる日々を送っていたから、仕事が落ち着いてからは孤独な日々を送ったんだ。それこそ恋愛話なんて一つも上がらなかったぜ。そして66歳、心臓発作で亡くなった。心臓発作って、一人ぼっちだったから誰にも気づかれず亡くなったのかしら。あんな華やかな人生を送ってたのに悲しいわ。ということで今回はマリー・アントワネットお抱えのモード大臣、度重なる浪費で貴族を腐れさせるローズベルタンについて話したが、どうだった？普通に人として尊敬するわね。悪女として描かれる場合が多いけど、実際はただのキャリアウーマンだし、貴族たちが勝手に堕落していっただけだから、ベルタンは悪くないと思うわ。ローズベルタンと重なる人物で、割と最近の人がいるんだ。ほうほう、どなた？ハイブランド、シャネルを築き上げたココシャネルだ。ココシャネルも同じように市民からのし上がったデザイナーだから、共通しているんだよな。時代が同じなら、シャネルもまたベルタンと同じ末路をたどっていたのかもしれない。そう考えるとベルタンは不運だよな。生まれ変わってまた令和のファッション業界で活躍してほしいね。令和はさすがに無理じゃないか？冷静なツッコミしないで、
そういえば、最近の漫画ではローズベルタンについて書いているものもあるから、気になった人はぜひ読んでくれよな。さて、今回の動画はここまでだ。最後まで見てくれてありがとう。貴族を腐れさせるデザイナーのストーリーはどうでしたか？感想などあればコメントお願いします。そして動画に興味を持ってもらえたら、高評価とチャンネル登録もよろしくな。